この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリル・カズマ。いやこいつ強いよ絶対。しかもパワー系。あーやった、アイテムいっぱいあるところ。採用会幹部エド。さてじゃあまあ一旦素手でいくか。あこれ使おうか。向こうドスずるいよ、ドスずるいって。ああなんかごめん掴んじゃった。掴んエド。おい身軽。やっぱ中国系のマフィアは憲法とかやってるから身軽なんだよな、見た目によらず。重量級対重量級。うわすげえ。ちょっと気づいたら体力やばいんで回復します。あおおお、まあせっかくだからヒートもやっとくか。あれ今俺なんかあ、まあいいか。まあなるほどな、まあ、タツカはもともとだからそもそも中国人で、あちょっと掴んじゃった。中国人だからまあ中国語話せてたってことか。でそのまあ戸籍とかがないから日本に送って、うん、その結局おっおあぶれ、まあ、回り回って採用会のためになるように一応極道組織に入れたって感じなんだろうな。うわーすげえ。まあそらな、兵配置として日本に送り込まれたとしてもあんまりその居場所はないから、まあ極道とかそういう組織に流れ着くのはまあなんとなくはわかるね。まあそれがたまたま広瀬一家だったってことでいいんだよなこれは。で肝心の立川が殺された理由というか裏切りがこいつ倒さねえとわかんねえって感じか。疲れてんじゃねえよてめえ、やり合うか。あちょっとごめん掴んじゃってる。エド俺は1対1でやりたいんだ、ただやってたらぶつかっちゃうんだ。やめえ、よし決められたぜ。いやまだ続くかこれ。うわーマジか、これ結構厳しいぞ。ナグモか、ご一行様の登場じゃ。おい覆面取っていいなんか言ってねえぞ。わしらを忘れちゃ困りますぜ。綺麗な相手助け出しします。いやなんかちょっと感動するわ。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。いや秋山もいてくれるんだね。ちょっと周りの雑魚どもとりあえず倒そうか。あれエド倒しちゃった今。なんでエド体力回復してないのよエド。いやこういう場合エドの体力回復するでしょ。えバグか、なんでエドの体力回復しなかったんだろう。全回復したと思って俺普通にさ分回してたら普通に残り1で終わっちゃったわ。俺がエドを倒すのが早すぎたのかな。そんなことないよねエド。もうこれ消化試合じゃん完全に。全然もういらないんだけどお前ら。これ終わりかな、こいつからラスト。あーもうよいしょ、エドはすぐ倒しちゃったね。あー経験値倍になる、装備つけとけばよかった。まあでもこれで終わりじゃないよな採用会は絶対。こう差別な佐田をつやんでちゅる。いや中国語わかんない。こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。これエド往生際が悪い、死んだりしないかな。言うくらいだったら答える。言うぐらいだったら自害しないか。いつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。え、なんでお前がいんの。ありゃ、マスゾエか。なんでお前がいんの。マスゾエ、ちょっとわかんないな。え？嫁連合、え？
キリュウの兄貴。オドレラ、ようやってくれたの。なんて、たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。これ陽明連合会もアジア街にか、え？どうなる？わかんねえ。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルマか。まあ、幹部つっても小っぱだけど。陽明連合会は広島で登場会と杯を進めてんだろ。なる。登場会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。え、お前も中国系採用会なのか。キリュウさん、中身は生粋の中国マフィア、最初から採用会の人間なんだ。うわー、そうなんだ。それじゃお前も達川と同じってことか。 なんでそんな採用会、達川てか中国系マフィアは行くんだ。ヘイハイスとかいう生まれだったって話。広島に。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って採用会を裏切りはしない。お前ら一体何なんだ。広島で何をしていた。これあえて陽明連合会に、この状況であんたが質問できる立場か、入ってるってこと。お前らこそ何のつもりだ。何かの目的があって、このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないなら、そっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。いや、なんか増すぞい。知ってる感じか。こいつらを撃て。何を持ちぶっている。落ち着いてくださいよ江戸さん、ボスが来てます。何、ボス？採用会の？うわ、いかにも雰囲気があるけど。ボスが、なんでわざわざこんなところへ。本国から来てるってことか。私は採用会総帥のローというもの。ロー、まあなんか雰囲気あるっちゃ。ビッグロー、香港採用会総帥。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ビッグローってやつがトップなんだな。ああ、そちらのことは増添から聞いている。キリュウさんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言って、なんか遥かも春とも。そんな男が尾道の田舎町に何の用が。採用会にとって重要な。興味深く思っている。なんかなのか。なんかなのか。毕竟那伟大的土地，深藏着不能被人知道的秘密。おいおい、訳してくれよ字幕で。なんか言うたら中国語ちょっとできるんだよな。今の聞き取れたのか。うわ、ちょっと面白くなってきたな。キリュウさん。はい。私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで。そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある。まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに。ああ、すいません。すでに家具等はぶっ壊しました。すべて。そしてもう一つ。
我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。ああ、まだいろいろバレてるんだな。私の招待を受けてくれるか。はあ、分かった。いいだろう。いやー、ビックロー、ちょっと風格があるけど。明日の場所は桃源郷ってソープだった。桃源郷かよ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ。ラジバさんが突っ込んだところね。竜が如く極みで、それ以来もうソープはなくなっちゃったところだ。なんか宇佐美優太だけはなんか聞き取ったんだよな、あの訳されてない部分を。いやー、ちょっとびっくり風格あるね。話わかるっちゃわかる男かもしんねえ。いやようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ。わしは今まで散々な目に遭うとる。いや、まさかな。おいじゃが、マスゾエが。マスゾエが中国人だったとはの。うん、そうだね。ヘイハイチとか言うとりましたか。タツカといい、マスゾエといい。一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイチって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも、中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつって、こっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが、生まれた子を役所に届け出ないもんだから、戸籍も何もない。いや、まあ現実多いんだろうな。教育も、社会福祉も、医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させて、秋山東都大学出てるからね、法学部。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいる。いや、そうなんだよ。なんで広島にそんな、今までそんな話聞いたことないですけど。偏ってんだろう。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのはなんかつながりがある。そう、そこが知りたいね。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは辰川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか。ああ、辰川のことを聞き出すため。もう秋山もう分かってるでしょ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、行くことを。遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど。まあ、舛添の反応を見ると、なんか、兄貴たった一人で大丈夫かいの。遥と春人にはなんかあるんだよな。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで、命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。タツカーと舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、ローが舛添に何か中国語でつぶやいてたの。ああ、そうそう、それそれそれ。俺タツカーから中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。これ結構大事じゃない。道島の竜と言ったか。
そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？何それ？ローのあの中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。うわー面白いちょっと面白いな。どういうことだ。まあだから西洋界とかビッグローからすれば桐生一馬がなんで広島にいるんだろうっていうところだったんだけど、まあ桐生さんからしたらそう、ハルトの父親探しに行っていただけなんだけど、まあ実はその広島にはなんかこう莫大なというかでかい山、これまで隠されてきたすんごいことがあるんだろうな。うわちょっと見ようかこのまま続き。ちょっと気になるぞ。うわもう、もう次第何章だ。セーブしよう。第8章凶暴。うわもう第8章だよ。都内某レストラン、ソメヤだね。これは登場会かな。カムロ町の構想はどうなんだ。登場会さん、いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、登場会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだ。こいつらは登場会ではないんだな。諸先輩方には俺みたいな弱輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。なんか今ブチ切れた。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえ。めちゃめちゃ切れてる。よう、もうその辺で。なんだよ。うわぁ！おい！マジか、染谷。桐生さんが老害って言われたから、うわだからそういうところちょっと好きだな。ソメヤ、それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまい。桐生さんが老害って言われるのは許せなかったんだな。乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだそれじゃ。西洋界の中国人たちが達川と関係のあったハルカとその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもうハルトをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。いやーそんな単純なことなのかな。伊達さんがハルカを警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。まあでもそうか、ハルトにはそれを確かめるためにも中国系の俺は今夜血が流れてるからなんか価値があるのかもしれないね。そうか、そして扱うにしても増造ってのにしても西洋界には
中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。いやそうだよね、伊達さんにも分からねえか。そこが本当に知りたいところだ。なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。立川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。まあだから広島の秘密、尾道の秘密ってのも何なんですか。うん、絡んでくるんだろうな。だが俺が今知りたいのは西洋会が立川を殺した背景だけだ。本当にそれが遥かの事故と関係ねえってんなら中心だな。もう俺らが西洋会に首を突っ込む。まあいいんだけど、お誰だ、染谷。お前は染谷、なんでここに来るの。どれ、おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。いやそこまでバレてんだ。なんでそがなこと知ったの。ずっと見張られてたか。ここは俺ら登場会の街ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。やめてあげて。このクソガキ、何しに来た染谷。お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたが、染谷にはね、採用会との今日は4代目にお願いがあってきたんです。話を聞きたいんだけど。悪い話じゃありません。招き入れたのかどうか。単刀直入に言います、4代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと。4代目は昨夜採用会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東上会の門がアジア街に入っていく4代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです。その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんか。いやこれどうなんだろう。何を企んでる。ご存知の通り東上会は今牢の採用会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめない。ある事件、ある事件、同じこと言っちゃった。やつ、ね、の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす採用会の幹部。そんな話あったっけ。ゆくゆくは牢の後継者となるはずが。あったっけ。町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。多分あった、あったな。登場会が殺したのか、牢の息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは登場会がその殺しに絡んでいると思っている。だから登場会と採用会の構想に幕引くにはこの俺がローと会う必要がある。まあ誤解だったとしたらその辺説明したい。俺をローと会わせてくださいってのもあるんだろうな。たまにはあんたも登場会のために役に立ってくださいよ。これまで役に立ったんだよこの人は、ね、命がけで。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな。おい、カムロ町守ったんだから。兄貴がのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ、ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋会をカムロ町に引き込んだ人間が東上会内部にいるらしい。いやそこ気になってるんだけど。この話聞いたことなんか気になることどんどん、ね、聞いてくれるね。その噂によれば採用会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは採用会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を登場会6代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は
東上界の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋界との構想に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東上界の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。いやまあこれはどうなんだろうな。どうします、協力してもらえるんですか。信じていいのかな。夜になったらまたこの店に来る。なんか快諾早いな。牢のところへ案内する。今ので信じたのか。あ、兄貴ちょっといいんですか。ただし牢には今夜ある。俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます。いや大丈夫か。その兄貴行けよ。怠慢で。あのソミヤの下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。会う約束してるのに。もしそんな真似されたらもう牢から立つかの話聞けんようになる。ああだが、だからこそ俺はソメヤと一緒に動くんだ。え、あのソメヤって男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は話し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。いやその狂犬を飼いならす。なるほど。度量ないよ。孫子曰く、あなたには友を近くに置け敵はもっと近くに置け。いや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 、あんたも暴走すんだから。かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあのソメヤが来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああそうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。ソメヤが来るまでに準備を済ませよう。ああ、いやまあこの言い方だと今第8章凶暴に入ったところなんだけど、桃源郷ね。この言い方だと多分もう8章終わるな、これこのまま行ったら。うわーすげえな。ちょっとこの2パートぐらいでいろいろ明らかになったね。まあずっと投資で取ってきたんだけど、まあでも達川と、達川が広島にいた理由とかはまあ分かったね。まああと今ソミヤが言ったように多分あれを信じるなら、堂島大吾を陥れるためにソミヤと菅井が西洋界を呼んだってわけではないのかな。いや信じていいのかな。ソミヤさんは信じたいっていう思いがあるんだけど、いやどうなんだろう。あとなんかあったっけ。いやそうだ、大事なことといえば広島の秘密だよね。もうそれはだってもう広島行ってみないと分かんないから、また尾道戻るんだろうけど、その秘密と、まあ、西洋界が広島にね変配つかを送り込んでる理由と、達川が殺された理由とかがまあ関わってくんだろうな。まあビッグローも出てきたことだし、いやーちょっとこの7章の終わりから8章にかけて結構局面大きく動きましたね。また謎が深まってちゃんと回収されたらいいけどな。竜が如く6、また秋山と伊達さんが2人で会話して俺それ聞いてるだけの10分間とかないよな。大丈夫だよな。いやーそっか、まあでももう第8章だからだいたい12、13章ぐらいなんで、竜が如くって。もう中盤には入ったって言っていいかな。うわぁ、楽しみになってきたな、こっから。まあ、サブ要素とかもいろいろあって十分楽しいんだけど、また大きく進みましたね。まあ、じゃあ動画時間いいところなんで、今回この辺にしたいと思います。ちょっと今、外ってさ、これ夜かな。俺、昼だったら嬉しいんだけど、やることやりたい。ああ、昼だ。よし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 。じゃあ、
昼だったらまあ何でもできるので、ちょっとまあやりたいことやりつつ、そうだね、まあサーブ様子とかまた見つけていけたらいいね。まあ何もなかったら、うん、このまま桃源郷行ってもいいかなとも思うんだけど、はい、まあそんな感じで今後もまた進めていきたいと思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。この動画良ければ高評価とチャンネル登録、あとコメントもねよろしくお願いします。ツイッターもやってるのでフォローも、よろしくお願いしますなんかいろいろ詰め詰めで言ってるけどね。はい、ということで次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。みんなこっち見てくれ、こんな絶好の、あ、いいね、ここか。よし、一応全員入ったな。あ、ママ入って、あ、ママギリギリ入るかなちょっとみんな見てほしいです。あ、来た、オッケー。いやー、最多人数じゃないこれ。はい、また次回お願いします。